回は以前大丸札幌店のおすすめ食品紹介したんですけど、まだまだ紹介しきれてないおすすめのお店があるので、今回もランキング形式でお伝えします。5位がセゾンファクトリーの北海道あんバターになります。こちらのお店、旬の野菜や果物を使ったドレッシング、ジャムやドリンク扱ってるお店になります。で、今回購入したのがこのあんバターで、先日リニューアルオープンを記念して数量限定で作られているそうです。で、店頭に残っている分だけだったので、もしかしたら行った時ないかもしれないんですが、美味しかったのでおすすめします。で、あんバターのね、バターのコクもしっかりあって滑らかですごく美味しかったです。4位が大福堂の大福になります。私このお店大好きで、札幌市内に何店舗かあるんですけど、よく行って買います。で、おすすめは私はくるみ大福と黒豆大福大好きで買うんですが、今回はデコポン大福というの、見た目すごく可愛かったので購入してみました。こっちですね、すごく鮮やかで見た目も美味しそうでした。で、こっちくるみ大福はくるみの香ばしさとあんこの甘さちょうど相まって美味しかったです。デコポン大福はデコポンがかなり酸味があって、中の白あんと相性が良くて、こちらも美味しかったです。3位がルタオのキャラメルショコラになります。こちら店頭で店員さんに聞いて、すごくおすすめだよということで購入しました。パッケージもすごく可愛いんですけど、もうね、味は間違いないんですよ。ただ値段がちょっと高かったなっていう印象はあります。ね、でもね、お土産でもらったら間違いなく嬉しいです。常温で持ち運び可能なんですが、中にクリームが挟まっているので、ちょっと温かいところは溶けちゃうかなって思います。で、パイ生地がかなりサクサクしてほろ苦で、中のクリームキャラメルとアーモンドペーストを入っているということで、甘すぎなくてとっても美味しかったです。2位が釜江のかまぼこになります。お茶もかなり有名だと思うんですけど、今回 3点購入してきました。ファンロールと、私が一番おすすめなのがこの真ん中の豆腐けんちになります。で、右側が初めて買ったフォアトロの長芋を使ったかまぼこになります。これが豆腐けんちですね。で、これが長芋で、で、どれもすごく美味しいんですよね。で、これパンロールはね、なんですかね、豚まん風味っていうんですかね、ジャンキーな感じも少し美味しかったです。1位がロイズのチョコレートバーなんですが、これ通常商品でナッツが入ったものとか、チョコレートフルーツが入ったものとかもあるんですが、今回期間限定、数量限定のピスタチオが出ていたので購入しました。これがめちゃくちゃ美味しかったです。見た目ももちろん可愛いんですけど、味も間違いない。で、かなりローストされたピスタチオがたっぷり入っていて、中にクランベリーとストロベリードライのものが入っているんですが、これの甘酸っぱさとすごく相性が良くて、もうこれはまた買おうと思いました。すごくおすすめなんで買ってみてください。このチャンネル良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。